2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなったよ。すでに大枠の内容としてはこれまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったな。でも個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在するよね。さて今回は防衛力整備計画で示された海上自衛隊の所要装備の体制について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだよ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていたんだ。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少しているぜ。作戦用航空機に関しては新型機のここの機体の能力の向上で数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろうな。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムの要と位置づけられていたイージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として急遽建造することが決められた特殊な艦艇なんだ。イージスアショアはもともと秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーするミサイル防衛システムとして期待されていたものだったけど、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚したよ。狭い日本の国土においてはこのブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は制御するソフトウェアやその開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的時間的に厳しいとの結論が出されたね。そのため、このイージスアショア導入用にすでに契約を行っていた SPY-7 レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものなんだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場にはどうせ建造するのであればミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も報道を賑わせたね。しかしその取ってつけたかのような大型化案は、その後の検討でやはり実現性、そして何により費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いているぜ。この現行のイージス護衛艦という括りが今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされているよ。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略国家防衛戦略防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として単体では最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われるんだ。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず2隻で同じ体制は行えないよ。そのためイージスシステム搭載艦が維持メンテナンスなどで任務を離れる場合には、現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまうんだ。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、
イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なんだろうね。さてそのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているんだけど、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型2隻の8隻を保有運用しているよ。これらの混合型、アタゴ型、マヤ型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって徐々に艦隊は大型化はされているものの、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇だね。その中で最新鋭のマヤ型は当然最も規模が大きく、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもあるんだ。このマヤ型の規模艦は確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンである、フライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっているぜ。マヤ型護衛艦は1番艦でネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のアグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっているな。これまでがどうだったかといえば混合型は3隻が三菱重工業社の長崎造船所、1隻が IHI 社の東京第一工場、アタゴ型は2隻とも三菱重工業社の長崎造船所で建造されており、ジャパンマリンユナイテッド社はマヤ型が初めてのイージス護衛艦建造となっているよ。混合型とアタゴ型は機関部には複数のガスタービン機関を組み合わせた COGAG 方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろうね。マヤ型ではこうしたこれまでの機関部を改め COGLAG 方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を介しその電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させるんだ。この COGLAG 方式の採用によってマヤ型は、最大出力は6万9000馬力で最大速力は30ノットと公表されており、先に挙げた混合型やアタゴ型に比すればカタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺えるな。ただし厳密には混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比してマヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないと思うぜ。マヤ型にはイージス護衛艦として核となる兵器システムとしては、AWS イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして BMD5.1 の2つを統合して搭載。迎撃用ミサイルの SM6 は後日装備となっているね。ただしマヤ型には CEC 共同抗戦能力が海上自衛隊の艦艇としては初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは間違いないよ。こうした機関部や戦闘システムにおいても一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から進化を遂げているのがマヤ型だけど、海上自衛隊の中では次の新造艦はまた別の艦級になるとの見方が有力みたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも稀有地域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、
日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位、5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦阿武隈型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の DE イコールデストロイヤー駆逐艦対潜対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防に2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属する阿武隈型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、1番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。姿護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、
全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦隊となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦隊全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦対艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽哨戒ヘリが1機搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、大気雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた大気雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する大気雷戦装備は、大気雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海部を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、
この機雷捜索用の無人機 UUV は、自律型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自律駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成開口ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。国産自律型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自律型無人水中高層隊、アンマンドアンダーシービークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 Sea Japan 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦体サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今海域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、
全長 109.0 メートル、最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧密 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった大気雷戦能力の導入が最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な大気雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、大気雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、及び敵前掃海に対応すると見られており、そのために各種装備品が搭載されているよ。大気雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、大気雷戦ソナーシステム OQ-91 で、大気雷戦において、可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の大気雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層帯アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ-5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット RAMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ-1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ-3 として運用しているほか、RAMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ-2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ-4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ-5 は全長4メートル直径 0.533 メートル、重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット、最大速力7ノット、デク時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ-5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈底機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、
探知に優れた高周波合成開口ソナー HFSASSAMDIS によって高分解能な合成開口処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成開口処理画像を統合することで沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成開口ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZO が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの練度らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZO の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、他国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく他任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ 20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機だよね。中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれているらしいじゃん。名前だけは一丁前だよね。2017年3月に運用が開始されていて、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター。2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニングA2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機とされているな。さて今回は中国の最新鋭戦闘機 J-20 はアメリカの F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機であることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在においてこの3機種、F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけであるみたいだよ。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているな。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしていて、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているよ。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘したらしい。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、
あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているね。J-20 は中国航空工業集団公司の一つである成都式工業公司で開発されたことから、チェングダ製と J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では伊藤美中国語でリボンを意味するとも呼ばれているんだって。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代と糸体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているみたいだよ。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業公司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認されて、非公式の軍人関連ウェブサイトに機体の醸造が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったんだよ。2011年1月には初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015、0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002、0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているな。2016年11月1日に広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたみたいだよ。2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているらしい。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものと見られているぜ。現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空挙重量 17,000 キログラム、最大離陸重量 36,300 キログラム、実用上昇限度2万メートル、最高速度 2500 キロメートル、毎時最大航続距離 5,900 キロメートルとされ、総発のエンジンは初期型においてはロシア製でスホイ27フランカーに搭載されている。サプールンエール 31FM に最大推力 145 キロニュートンを搭載していたけど、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS-10C 最大推力 147 キロニュートンが搭載された J-20 を飛行させ、このタイプの J-20 が量産体制に入ったことをアピールしたんだよ。中国では J-20 用エンジンとして WS-15 最大推力 180 キロニュートンの開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS-10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J-20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS-15 実用化までのつなぎとしたのであるみたいだよ。しかし、WS-10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F-22 より劣るとされ、中国では2022年から WS-10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCMP が報じているらしいな。また、J-20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は F-22 が搭載している AESA レーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J-20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているんだって。また J-20 には、F-35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、
機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F-35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J-20 の EOTS は空対空目標の捕捉照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J-20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル約132から160億円と言われているけど、2000年代の初頭では4億5000から5億元約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上であろうと見られているよ。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり、約7300万ユーロ93億円で購入するとされていることからすると J20 はかなり高いけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるとなっているよ。また、日本が購入する F-35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか？などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F-35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのであるらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているみたい。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためであるけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのであるとなっているよ。そして、J20 の研究開発費が約300億元約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているぜ。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方があるらしいな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきであろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されてその巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、
3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、一番艦の竣工はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の浅薙は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、竣工型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため竣工型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ竣工型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。竣工型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、主兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて竣工型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また竣工型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルキューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして竣工型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。竣工型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした竣工型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、
2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの飛砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。